ソラナ 40% 下落、これは完全なる暴落。これからどうなるのか、どう動くべきなのか、徹底解説します。ソラナ気になっているといった方は、ソラナ立ち回りガイドをお渡しますので、まずは概要欄にある僕の LINE にご登録いただき、キーワード、ソル立ち回りと送ってきてください。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人、クリプトオクタロこと市宮翔太です。本日の動画では価格暴落、ソラナの未来について初心者の方にも分かりやすいように詳しく解説していきます。 40% ほどの暴落をしたソラナ、気になっている方が多いテーマじゃないでしょうか。このまま下がったら困る、それは僕も同じです。ということで一緒にこの後の値動きを想定してやるべきことを行っていきましょう。本日の動画では最新ファンダ、直近の価格予測、復活のシナリオ、この3つを主軸に必要な情報をこの動画1本で全て解説していきます。本日の動画を最後までご覧いただくことで、ソラナのこの後の値動きが予測できて、この後取るべき行動が明確になります。そんな賢く資産運用していきたいといった方は必ず最後までご覧ください。仮想通貨投資で稼ぐことって複雑なようで、実はめちゃくちゃ簡単で、仮想通貨攻略ポイントは3つあってですね、1つ目が安く買って高く売ること、2つ目が正しい情報を手に入れること、3つ目が資産の無限運用サイクルを作ること。で、僕の LINE ではこの3つのポイントを常に新鮮な情報を更新して共有するオクタロコミュニティ限定サロン、ビリオンスクールを無料で運営しています。このコミュニティ、ビリオンスクールの目的としては、一発屋の送り人よりも毎年億稼ぐ本当の意味での投資家になろうよといった趣旨で運営しています。送り人ってね、よく聞くワードですし、僕自身も例えやすくて言っちゃうんですけど、ぶっちゃけね、1億円ってラッキーパンチ誰でも当てられるんですよね。でもラッキーだとそれ止まりで、資産1億と言わず10億を目指す運用をしていきます。で、僕ももともと今くらいの規模で投資していたわけではなくて、本当になけなしの資金を無理やり捻出してやりくりしてきました。で、やっと今、1プロジェクトに対して500万、1000万といった資金を捻出できるようになったわけです。で、まずはですね、現実的に戦略的に少額からでも100万、200万、次に500万、1000万、ここでやっと送り人が現実的になってきて、1億、2億と段階的に資産を増やして、10億円以上の資産を1年以内に作っていきましょう。それを現実的、戦略的に実現可能にするために必要なもの、正しい情報、最速で爆益プロジェクトに参加する方法、プロジェクト参加後の最大利益を取る運用方法、全て無料で共有します。こちら必ず僕の LINE へ登録して受け取ってブックマークをお願いします。はい、では早速本編入っていきます。こちらが現在のソラナのチャート、ここ1ヶ月ほどで 40% ほど価格を下げていますね。ここで不安になる方、ここからの話しっかり聞いて対策していってください。まずはファンダ的要素から話していきます。こちら仮想通貨のヒートマップです。まあ、ご存知の通り、ソラナだけでなく仮想通貨業界全体的に価格を下げているわけですが、その理由としてはですね、3つあって、1つ目が中東の情勢悪化、2つ目が例年通過する夏枯れ相場、3つ目が FOMC 後のアメリカの景気後退懸念、この3つが要因として挙げられます。これらが解決するまでは価格は下げ続けてしまう。直近で言えば今週中は、長ければ今月、まあ9月中旬くらいまでは似たような相場が続くと思われます。投資家目線で言うと、悲しいことに、まあ良くもね悪くもね、戦争お金になるんだなっていうのと、現在の円高がいつまで続くかなというところが気になりました。そのような単体の話に戻すと、まあ、結論僕は問題ないと、なんなら買い増し時かなと考えてます。っていうのも、現在は噂段階ですが、年内に ETF 承認、これがまあ本当になれば価格も回復どころか、今の価格帯から350ドル、5万円台は、かなり現実的になると僕も考えてます。というのもですね、こちらの記事内ではビットコイン、イーサリアム、ソラナが今のサイクルでは大きな3つの主要通貨だとしているとのことで、まあ、今年に入ってビットコインが ETF 承認され、イーサも年内かといったところで、分かりやすいのはビットコインの最高値更新のタイミング。半減期前に2度最高値を更新していて、初めの更新の際は承認間近といったタイミングで更新、2度目は承認の際に1100万円ほどをつけ、今回のイーサの ETF 承認の確率が上がった発表された際も、まあ、前回の1100万を超えて、最高値を更新しました。このようにその度にね、仮想通貨市場全体が大きく価格を上げたわけなんですが、ソラナも同様で、早ければ、今年の9月以降に、まあ、10月くらいからですかね、その話が現実味を帯びてくるのかなと思います。時価総額を比べてみたときに、先日イーサの ETF 承認の話が出た時は、イーサが70兆円、対してソラナは12兆円と実に5倍以上の差があるわけですが、一方でソラナの現物 ETF 化に関して短期では難しいとの意見もありますが、ですがね、今お伝えしたように、僕としては今年中、遅くとも来年の頭にありえるんじゃないかと考えていて、その根拠をここからお伝えしていきます。大きく3つあってですね、ソラナのネットワーク手数料は昨年8月約2億円、今年の4月には約77億円を推移し、1年足らずで36倍ほど明らかに需要が増えています。で、2つ目が2021年の仮想通貨バブル。
前回2021年の仮想通貨バブルを例に出していきます。バブル前2020年5月イーサは2万円台、2021年のバブル相場では最高値で53万の価格をつけている26倍の高騰を見せたこと、今年この年イーザリアムは DEX であるユニスワップをローンチし見事に成功、ソラナも同じ動線をたどっていて今年の初めにソラナの DEX であるジュピターをローンチしています。でこれを見事成功に導いてね、ソラナは2024年最も人気のエコシステムと言われていて、価格を見てみても昨年から比べ5倍から8倍あたりの価格上昇を記録しています。で年内に今の価格から20倍以上の高騰を見せる可能性が視野に入ってきます。ということはそれにつられ時価総額も高騰、限りなくソラナの時価総額12兆円からイーサの時価総額70兆円に届く、もしかしたら抜かす可能性もあると考えています。3つ目、ソラナブロックチェーンの活性化からトレンドの新規ローンチ銘柄が超熱いという部分。ソラナがイーサリアムとポリゴンを破り世界最速のブロックチェーンとあって、ブロックチェーン自体の機能速度が上がってガス代が安く済むことですでに巧妙は見えてるんですけど、今年に入って大きく高騰した銘柄の多くはソラナ関連なんですよ。スモックの5倍だとか、ブックオブミーム20倍、ボンク300倍、アナロス500倍、ドックイファット600倍、ターズプロトコル30倍、パッと出るだけでこれくらいは今年に入って大きく高騰を見せました。まあ、そもそもねソラナ自体もともとイーサリアムの抱える問題、スケーラビリティ問題を解決することを目的としたブロックチェーンで、イーサリアムキラーとも呼ばれる類の通貨になります。まあ、そう繰り返しにはなるんですけど、イーサリアムを超えるために作られたものなんですよ。トークン価格でイーサを超えるっていうのは、まあ、直近半年では難しそうですが、ユーザー数も順調に増えていることから次の仮想通貨バブルの際も高値を大きく更新することは間違いないなと考えてます。跳ねればソラナ自体でも5から10倍の高騰が期待できます。ここまでついてこれてますでしょうか。ここまでの話をまとめると、直近の価格動向、下落相場の原因、ソラナの今後、正直ね複雑な部分はあったと思うんですけど非常に大事な部分ですので、覚えきれないとかそういった方はまた後で見返しやすいようにグッドボタンを押してもらうか保存ボタンを押しておいてもらえればと思います。もしまだ理解できてないとかご質問があれば、この動画のコメントでも LINE よりメッセージでもいいのでお気軽にお聞きください。本題戻って注意して聞いてほしいんですけど、闇雲にソラナ仕込もうは大きな間違いで、どう考えても時価総額的に見て10倍高騰以上は目指せないわけで、じゃあ10倍高騰だったら10万入れてもね100万円、小銭稼ぎであればまあこれで OK なんですよ。でも大きく稼ぎたいからこそ僕の動画を見てくれてると思います。なのでそんなオクトロコミュニティの方には共有です。ソラナ買いましてワンチャンスで10倍とかせこいものじゃなくて、今の時期このタイミングで本当に仕込む銘柄を共有します。僕が動画で過去上げた銘柄、直近2年で20銘柄ほど紹介してるんですが、紹介した銘柄見てほしいです。このように僕の情報をしっかり追ってくれていて、利確までしてくれてる方々は10万円からでも300万から1000万の利益を出してます。僕だけ見てくれれば十分なくらいには情報共有、購入から利確、その後の運用までしっかり情報を出しています。現在ですね、 LINE 登録者オクタロコミュニティの方限定で今絶対に仕込むべき銘柄を共有しています。ソラナに期待している本当に仕込むべき銘柄を知りたいといった方は、チャンネル登録とこの動画に高評価のグッドボタン必ず押してもらって、この動画の概要欄にある僕の LINE にキーワードソル立ち回りとメッセージを送ってきてください。投資家は自由であるべきですし、利益ベースで考えることのが普通です。オクタロコミュニティは自分で判断する力をつけてほしいので、自分が信用した方以外の情報を鵜呑みにせずにしっかりと判断した上で投資を行っていってほしいです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日の動画ではソラナ復活のシナリオ、今絶対に仕込むべき銘柄について解説してきました。こんな感じで僕のチャンネルでは仮想通貨で稼げる情報、あなたが損しないために役立つ情報に特化して配信しています。また今回の動画では直近の仮想通貨業界の値動きの原因、ソラナの今後の価格動向など大事な情報をお伝えしましたので、ぜひグッドボタンや保存ボタンを押して後で見返せるようにしていただけるといいと思いますし嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。